はい、皆さんこんにちは。今日はですね、宇都宮にあります宇都宮城址公園にやってまいりました。これね、もう桜咲いてますね。3月の17日桜咲いてます。今日は結構風が吹いてるんで、どうしてもね、その風でステディカムが煽られますね。ちょうど今ね、私片手でステディカムを操作している状態ですね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ステディカムやっぱり難しいですね。まずセッティングがまだまだ、まあ、腕前ももうちょっと練習が必要だなというふうに感じました。また機会がありましたらレビューします。それではまた。